村瀬さん、どうもありがとうございます。今ただいまご紹介に預かりました吉村です。私は京都大学の理学部で、磁性だとか超伝導の研究、その磁性体超伝導体の合成から始まって、それの、なぜどうしてその磁石にくっつく性質が出るんだろうかとか、超伝導性というものが出るんだろうかと、そういう基礎的な、そういうことの基礎的な研究を行っております。で、今日はちょっと超伝導の不思議というふうに大なタイトルで、ちょっとサブタイトルをここにつけましたけれども、最近のその、超伝導というのは共相関電子系というふうに、皆さんあまり聞き慣れないかもしれないんですけど、そういったこと、そういう範疇の超伝導というのは非常に注目されています。で、共相関電子相関っていうんですけど、電子相関が強い、それを共相関電子というふうに呼んでるんですけども、それは電子というのはチャージを、皆さんよくご存知かと思いますけど、電荷を持っていまして、非常にちっちゃい電荷なんですけども、この電荷を持っているとクーロン反発力というので、その非常に大きな、反発力エネルギーの、それは結局ロスになるわけですけど、エネルギーロスにつながるような反発力を持ってしまいます。で、その反発力が非常に大きな場合を、その強い電子相関が強い共相関係というような言い方をしているわけです。で、 K というのはその物質の中に電子が入った時に、その電子と電子が反発力、そういうことなわけです。で、今日のお話はそこまでなかなかたどり着けるかわからないんですけれども、超伝導、どうして超伝導になるのかというようなことを中心にして、まずはお話しして、できればその最近の超伝導の、発展会というか、この会議というのはその進化とは何かと非常に大きなタイトルで、で、そのダーウィン、チャールズ・ダーウィンの生誕、200年ですね、というのを記念して村瀬先生が、開催されるというか計画されたものであるわけですけれども、で、その中で超伝導というのは、どこまでその、超伝導もだんだん進化しています。いわゆるその生物の進化ではないですけれども、我々の理解がだんだん進んでいると。で、それとともに新たな超伝導というのが生まれてきているということになって、なってきています。で、そのあたりを少しでもこう実感していただけたらなというふうに思うわけですけれども、それにはまずやはり、超伝導っていう現象が、どういう現象なのかということを、で、なぜそういう現象が起こるのかというのを少しでも実感していただきたいということで、ちょっとお話をしたいと思います。で、それで後でですね、最近の超伝導体というのは非常に高い温度で超伝導になる物質がたくさん発見されてきています。で、それは半世紀前はですね、もうそういうの不可能だというふうに思われていたんですね。で、それが、最近そういうことが不可能ではなくなってきた、ある種進化してきたというか、そういう物質がどんどん開発されるようになってきたわけですね。で、その一つで我々 その例えば研究室でも非常に簡単に作れる超伝導体というのがあります。で、それ一時期話題にもなったんですけど、例えばそれは原料さえあれば、原料物質を買ってきてそれを混ぜてですね、例えば家庭の電子レンジなんかにも焼いて合成できるなんていうことで非常に話題になった物質があります。で、それはうちの研究室の院生さんが、ちょっと僕が頼んでおいたわけですけど、一生懸命作ってくれまして、それで後でそちらでですね、超伝導のデモンストレーションを行いたいと思いますので、そちらも見ていただければと思います。それで、周期表と超伝導ということで、ここにちょっと書きましたけれども、これ周期表です。これは京大の、化学化学研究所の、先生たちが中心になりまして、なるべく皆さん一般の方々、それから学生さんも含めて一般の方々に、周期表、それから元素ですね、というのはどういうものかというのを、どういうものかというか、それに馴染んでいただきたいということで、これ確か、生協で200円ぐらいでやりだしたんですかね。で、今ちょっと売ってるかわからないんですけど、ここにノーベル賞を取ったノーベル賞学者の人たちの写真、顔写真がありまして、で、これ実はここには去年取った方々は載ってないんで、おそらくこれそのままは売ってないよとは思うんですけども、そのうちアップデートされてまた売られるかと思いますけども、で、これいろんな、ちょっと小さくて見にくいですけど、それぞれの元素がどんなことに使われてるかっていうのでこう書いてるんですね。で、だから周期表というのはいろんな意味でいろんなこう整理の仕方によって違った顔をしてくるようと思われます。で、例えば
温度を冷やしていって超伝導になるかならないかっていうのでこれ書いたのが実はこの、まあ、超伝導周期表なんていうふうに書いてますけど、まあ、そこの呼び名はそんなに一般的ではありませんけども、まあ、この周期表になっているわけです。でこれと対応して同じ周期表で水素から始まってヘリウム、水ヘリウムと、まあ、あの高校などで化学で周期表をある程度まで覚えなきゃいけないということに多分なってて、皆さんもそれ、まあ、あのいやいやあの覚えさせられたんじゃないかと思いますけど、それに従ってこう書いてあるんですけど、このピンクのやつっていうのが実はこれあの温度を下げていったら自然に超伝導になってしまう、単体で超伝導になってしまう元素です。でこう見てこういうふうにして見てやると、まあ、周期表のほとんど半分ぐらいはもうすぐ超伝導になっちゃうなっていうのが分かりますね。分かっていただけるんじゃないかと思います。それからこの赤いやつは最近その圧力をちょっとかけまして、でこのピンクのやつは常圧でって一気圧の元でっていうふうにまあ僕言いましたけれども、一気圧っていうのはただ単にその我々が住んでる地球上の気圧、それが一気圧だっていうだけで、物の性質を調べる上でいうと一気圧っていうのは特別な圧力ではないんですよね。それは物理的に例えば高圧をかけてやるだとか、減圧してすごいその真空状態で調べるとか、いろんなそのあのバリエーションがあるわけです。だから一つの物理パラメータの一つしかないわけですね。でそれを圧力を上げていくと、実はこういう赤く書いた連中というのはこの辺の元素はみんな超伝導になっちゃうというのが最近分かってきました。で例えばあの皆さんと思われるかもしれない、で、まあ、あのニュースなどであの聞きの方はご存知と思いますけど、ここに O、酸素がここにありまして、酸素というのはこの空気中にまあ、たくさんあって、我々酸素はないと生きていけないんですけれども、この酸素っていうのも実は超伝導になってしまうんですね、低温にすると。っていうのはこれ酸素はあの大体80系ぐらいまで冷やしますと液体になります。この辺に気体で飛んでるやつが液体になります。で、あとでちょっと液体窒素っていうのを使いますけど、窒素はここにありますから。窒素っていうのは絶対温度で、77度。だから摂氏でいうとマイナス200度ぐらいなんですけど、そこぐらいまで下げると液体になります。まあ、酸素も同じような温度、ちょっと高い温度なんですけど、同じような温度でこれはあの液体になります。でそれをもっともっと冷やしていくとこれは固体になります。で固体になって、で固体だけどもそれはやっぱりこれ絶縁体なんですね。絶縁体って電気を流さないんですけど、それをどんどん圧力をかけていくと、実は酸素の分子の集合体、これも超伝導になっちゃうというのが最近あの発見明らかにされました。それから非常に不思議なのはここに鉄というのがあります。で鉄は皆さんよくご存知の物質、まあ、一番その地球上でもたくさんある4番目に多い元素で、しかもこれはあの鉄というのはその物理学的には一番安定な元素というふうなことで知られています。だから例えば鉄というのを我々食べてもまあおそらく害はないというのは、これ人類その何千年の歴史でまあ一応証明されてきているものですね。鉄だとかそれから皆さんあの食事の時に使われるセラミックスだとか、そういったもの、鉄とセラミックスぐらいじゃないかと思うんですけれども、その物質でこう人間にまあとって害はないというのは一応歴史の中で証明されてきている。でその鉄なんですけども、これは普通磁石にくっつく、2つ磁石にくっつきますね。で実はあの、物理学者化学者の中ではあの磁石にくっつく性質、これは磁性体というふうに。で磁性体になると超伝導は示さないというのが実は常識だったわけです。磁性と超伝導というのは、まあ、あの物質の性質の表と裏というか全く相入れないものだというふうに思われてたんですね。ところがこの鉄というのをやっぱり圧力かけていくと、実は磁性を失って磁石にくっつかなくなるんですね。くっつかなくなりまして、それでもっと圧力をかけていくと、これは実は低温で超伝導になっちゃうというのが最近発見されました。これ非常にセンセーショナルなわけです。ですからこうやって見るとほとんどの元素はみんな超伝導になっちゃうというわけで、あの超伝導というと、例えば今現在でもいろんなニュースを、こう似合わせるような、言葉、現象だというふうに皆さん考えていらっしゃる方も多いと思う。でだからそういう話題になる、話題性になるというか、まあ、逆に言えば非常に珍しいというか特殊だというふうに思われる方が多いと思うんですけれども、実はこうやって見るとほとんどの元素がみんな超伝導になってしまうと、そういう、まあ、いわば当たり前の現象であるわけですね。で、まあ、そういう超伝導なんですけども、どうしてその超伝導になるかっていうのは、実はあのその
現在のその先ほど言いました競争関係の超伝導というのはまだまだ分かっていない面がたくさんあります。でそれに対して、まあ、オーソドックスな超伝導ですね、今お見せしたような元素の超伝導はだいぶ理解してきているわけです。でそれに関して今日は少しお話しして、できればあの最近のお話までなるべくしたいというふうに思っています。で、もう時間があんまりないですね。このことやってると多分1時間2時間かかってしまうんですけども、実はその先ほど言いました超伝導の逆ですね、磁性対磁性、この磁性というのは実は日本は非常に磁性の研究が活発な国です。磁性大国で、これ世界でも、まあ、ナンバーワンです。でこれICM というインターナショナルコンファレンスオンマグネティズムというこういう国際会議がありました。これ2006年に私たちがこれ開催、京都で開催したんですけれども、実は日本で3回もこれ世界で一番大きなその磁性の国際会議です。これ世界3回日本で行われてまして、これ3回ともやはり京都で、なぜ京都かというと外国人やっぱり京都に来たがるんですね。日本でやるっていうと京都でやってくれっていう要請が強い。で2006年は私たちが主催してやったんですけれども、非常に磁性が強い。で先ほど言いましたように磁性と超伝導は裏腹なんですけれども、裏腹で20世紀の半ばか、まあかなり最近までですね、2、30年前までは磁性を示せば超伝導は絶対ならないというふうに思われていたわけです。でところが最近のその超伝導の発展というか進化ですね、これはどうも磁性体というのは超伝導体と密接に関係ある。磁性と超伝導というのは、まあ、ある意味裏腹といえば裏腹なんですけど、実は磁性の磁性磁石にくっつくというそういうメカニズムを使ってどうも超伝導になっているという物質が実はたくさんある。でそれが高温超伝導、非常に高い温度で超伝導になるというそういう物質、そういうことではないかというふうに現在ではだんだん理解されてきています。 ですから磁性の研究者というのが今非常に多くが超伝導研究に向かっていると。でもちろん逆もありますけど、そういう現状になっています。で、超伝導現象なんですけど、これは違う見方をするとこれ相転移現象というふうに呼びます。で磁性もそうなんですね、磁性も相転移現象、だから磁石に皆さん鉄は磁石くっつくと思われてて当然くっつきますけども、実は温度をどんどん上げていきますと、これ横軸温度なんですけど、温度を上げていきますとだん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 磁石の力が弱くなっていきます。それで 800°C ぐらいまでいきますと急に磁石にくっつかなくなっちゃいます。でこれ縦軸がこれ磁石にくっつく力、まあ強さだと思っていただけるんですけども、それがだんだん弱くなっていって、そのある温度、これ相転移温度というふうに転移温度というふうに呼んでるんですけれども、そこを超えるともう磁石にくっつかなくなります。 ですから磁石の強さというのが何かその磁石磁性、強い磁性を示す、そういうそれを磁気転移だとか強磁、強い磁性なんで強磁性転移だというふうに呼ぶわけですけど、強磁性転移の、まあ、それを特徴をつけるパラメーターというふうに呼べるわけです。なんかだから相転移を考えるときには必ずそういうオーダーパラメーターって秩序化した秩序変数というふうに呼んでるんですけど、難しい言葉を使うとそういうふうに呼んでるんですけども、オーダーパラメーターは必ず何か相転移が必要だ、まあ必ずあるというふうになるわけです。で超伝導はじゃあ何か、でやっぱり超伝導もですね、絶対零度の非常に近くでは非常に強い超伝導、どの物質もそうなんですけど、それが温度を上げていくと超伝導じゃなくなっちゃいます。でそれは超伝導転移温度と呼ばれてまして、必ず転移温度があります、相転移現象。で超伝導の相転移というのはなかなかこれ一般的には皆さんにそのなんとなくこれはそういうことなのかと直感していただけるのは難しいんですけれども、例えば磁石なんかは割と簡単に説明できます。で磁石というのは例えば鉄が磁石にくっつく性質、強磁性という性質を示す、で強磁性転移というのを示すわけですけれども、それは実は一つ一つはその電子が原因なんですね。で磁性も超伝導も全部その電子が原因です。皆さん知ってるよくご存知の素粒子の一番代表選手のその電子が実は原因なんですね。でその電子は実は軌道運動といって、電子の周りをくるくる回転しています。で最初に申し上げた通り電子というのはチャージ電荷を持ってますから、電荷を持ったやつがくるくる回ると、皆さん中学や、まあ、小学校のとこ時でもなんかやった、もしかしたら、ね、やられた経験があるというふうに思いますけれども、こう導線をぐるぐる巻いて、で電流流すと磁石になりますね、電磁石。でそれと同じことで電子が原子の周りをぐるぐる回ると、これ電磁石、ちっちゃい電磁石になるんですね。
でだから原子は非常にちっちゃい、そのちっちゃい磁石の集まり、原子自身が磁石になっているわけです。でこれその一個一個これ鉄原子のつもりで書いてるんですけど、鉄の原子のところに電子が作っている磁石がこうあるんですね。 でその磁石がですね、これ、低温では全部揃って同じ方向を向いてる。だから何か、永久磁石だとか磁場を持っていくと、それにバッと整列する、それに向かって整列する。で全部同じ方向を向いてる。これが共磁生態だというふうに考えられています。でこのみんな整列しているのが、温度が上がってきますとバラ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 になってくるんですね。で、さっきの共磁性転移温度以上では完全にバラバラバラとこうなっちゃって、でもうそれは磁石にくっつかないと、そういうふうに考えているわけです。だけどもともとこれはなんとか整列しようという力がもともと原子の間、電子の間に働いているんですね。そういうのを実は交換相互作用というふうに、ちょっとそれは難しい専門的な言葉ですけれども、それは20世紀に量子力学というのができてきまして、量子力学的な、相互作用力だというふうに言われています。で例えばハイゼンベルグっていう人は、これ量子力学を作った人の一人で、まあ、ノーベル賞物理学者で、まあ、物理では、まあ、物理学の大巨人、もちろん亡くなっちゃってますけども、大巨人だったんですけど、その人が、1920年から30年の間ですね、に非常に若い頃、まだバリバリの現役のバリバリの頃ですね、ハイゼンベルグという人、ディラックっていう、これは皆さんホーキングさんっていう車椅子の天才ご存知かと思いますけれども、あの人はルーカス教授職というの、そういう教授のポストを占めてるんですけれども、それはもともとずっと前たどっていくとニュートンもそのポストを占めてたんですけれども、その、ホーキングさんの一つ前の、その教授だったのがディラックさん、これも大天才なんですけど、ディラックさんとハイゼンベルグさんも2人で日本に来て講演旅行されたんですね。その時に東大や京大で、ハイゼンベルグさんがした講演というのが、この交換相互作用、どうして鉄は磁石にくっつくんだろうと、そういうお話になったわけです。で、ですからまあその辺までこう遡ってくるわけですけども、そういうその量子力学的な性質、相互作用でこう磁石にくっつく性質が出る、磁性が出るというふうに考えられています。でところがそれが熱的にこう熱上乱、熱で邪魔される、熱でこう揺らぎが起きて邪魔されてバラバラバラとなって、それが温度が下がっていくと熱上乱ですね、それがだんだん収まってきて、でじゃあ揃いましょうっていうのが急に顔を出してくるわけですね。でそういう強力現象で相転が起こって、その磁性、磁石にくっつく性質が出るわけです。で実は超伝導もそれと同じじゃないかというふうに、同じ現象だというふうに思われている、同じような現象ですね、相転現象だと思われています。でこれその原因が磁石、電子だと言いますけども、この赤いやつ、これが電子のつもりです。電子がこう原子核の周りをくるくる軌道運動しています。それは小さな電磁石を作るわけです。それと同時に、実はその公転運動だけじゃなくて、これ地球と太陽の関係によく似てるんですけども、電子っていうのは自転運動しています。で電荷を持ったやつが自転運動をくるくる回ると、やっぱりこれも磁石になるんですね。でそれを我々とか一般的な専門的な言葉でスピンという、自転運動をスピンというふうに呼んでいます。だから電子はスピンと軌道、2つのこう自由度を持っているなんて言い方をするわけですけど、そういう2つの運動をして、それが共に磁石につながっている、磁石になっているということになります。で相転現象というのをこう見ていくと、これは昨年ノーベル物理学賞を取られた南部先生と小林先生、マスカー先生ですけれども、相転因というのは自発的な対称性の破れたというふうに呼ばれます。例えば空間が自発的に対称性が破れちゃう。でどういうことかというと、例えばさっきの磁石にしてもですね、こう全部一方向に揃った共磁性の状態というのは、これ空間的に見たら、この磁石、矢印が向いてる方とそうでない方向、またそれに垂直の方向と、なんか違って見えますよね。でそれはもう、それに対してその、相転以上の温度、これバラ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 なってる温度ですけども、この時にはもうこれは、もはや空間的にどっち向いてもまあバラバラっていう意味では一緒だって。まあ、だからこう相転現象が起こると、何かその対称性が、例えば空間の対称性が破れる。でまあ、宇宙もそうだというのはこの人たちが言い出したわけですね。で南部先生がそういう相転因は自発的に対称性が破れる現象だというふうなことを言い出して、まあ、そういうことでノーベル物理学賞を取られたわけですね。で小林益川さんもその素粒子の中でその対称性の本体を議論されて、こういう宇宙の起源に
当たるようなことを送電現象で理解されたわけです。で、まあ、超伝導もそういう送電現象の一つだというわけですね。で、そういうふうにして電子を見てやると、電子のは実はいろいろ自由度を持ってます。で、自由度というのは、例えばこれ物理的な物理量として電子は質量を持った素粒子です。それから、電荷を持っている、先ほどから、それからスピンという自由度、それから軌道というのも実はあって、どの軌道にいるかにも大きな役割をするわけですけども、まあ、例えばそういった自由度を持っている。で、質量というのはこれ決まった値じゃないかというふうに思われるかもしれないですけども、先ほど言ったような電子相関をやったり、非常にその相互作用をやり合うと、有効質量といって、その電子が見かけ上非常に重たい質量だから、動こうとしてもなかなかその相互作用の衣を着てなかなか動けないというような状況が出てきます。だから質量も、まあ、有効質量という意味ではどんどん変わりうるんですね。そういう、まあ、自由度を持っている。で、こういう自由度で整理してやると、皆さん の非常によく知っているような、物質が、まあ、なんとなくこう整理してやることができる。例えば電荷で整理すると、絶縁体だとか、半導体、絶縁体では電気流さないんですね。それから半導体はなんとなく電気流して、だけど実用的には非常に重要だというのは皆さんよくご存知で、それから金属、よく 電気を流す。まあ、そういう、電子の電荷という自由度で見ると、いろんな物質がそう整理できるわけですね。それからスピンということで見ると、スピン、まあ、軌道運動も電磁石ですけども、とにかく磁石の性質で見ると、強磁性磁石にくっつく性質、それからくっつかない当たり前の性質、それから実は反磁性といって磁石から遠ざかる性質、こういうのもあるんですね。これ全部電子が原因で出ていく現象ということになります。で、先ほど言いましたような形、超伝導はいるか、まあ、当たり前の現象であるということになります。で、超伝導の歴史なんですけども、実はこれは1911年にカマリン・オンネスっていうオランダの学者が発見しました。で、オンネスは低温を とにかく低温に使用しようということで、最後までその液体にならなかった液体、ヘリウムっていうのがあるんですけども、ヘリウムを液体に初めてすることに成功した人です。で、そういうことで非常に絶対0度の近くまで温度を手に入れることがカマリン・オンネスのおかげでできて、我々はその恩恵を被ってというか、その低温の研究をやってるわけですけれども、オンネスは、まあ、せっかく低温を手に入れたからということで、そのあらゆる物質をとにかく下げて電気抵抗を測ろうとしたわけです。で、なぜそんなことを考えたかというと、その絶対零度っていうのは、まあ、要するにまあ凍りつくような世界で、全てのものが動けなくなっちゃう世界というふうに考えられていたんですね、その頃。で、そうするとさすがの電子、いくら軽い電子であっても絶対零度になったらきっと動けなくなる。電子が動けなくなれば、これ電気抵抗、電気伝導性っていうのは電子が担ってるんだっていうのはもう大体その頃分かってきてましたから、で、電子といえども絶対零度で動けない、そしたらこれは絶縁体になっちゃうんじゃないか、だからというふうに金属も絶対零度までいったらその抵抗が無限大になっても電気流さないんじゃないかという思われたわけですね。それをで、かたやそうじゃなくて、金属というのは電気抵抗はどんどん、そのさっきの熱蒸乱ですね、電子が飛んでいくときに 熱的にそのイオン芯というか金属の格子ですね、ラティスが格子がこう振動している、それにぶつかって散乱されて電気抵抗が出ます、出るというのがだんだん分かってきてたので、それが熱蒸乱が収まれば、それは電気抵抗がどんどん小さくなってくるという説もあったんですね。そういう全く違う結論を、導き出すような過程をいろんな物理学者が考えてたわけです。で、それをまずオンネスと調べようと思ってやったところはですね、その絶対零度がすごく近くで超伝導という、急に電気抵抗がストンとゼロになっちゃう、そういう現象が、見つかったというわけです。で、それオンネスがそれを見つけてから、いろんな人が超伝導の転移温度っていうのを調べていきました。で、水銀というのはまず絶対温度で4度ぐらいだったんですけど、だんだんこう高い物質が見つかってきまして、で、最初は元素だけでやってたんですけれども、でニオブっていう NB っていうニオブっていう元素、これが実は、単体の元素では一番高い転移温度、絶対温度で9度で超伝導になるんですけども、でどんどんその超伝導の転移温度がまあ、いろんな物質が発見されるとだんだん上がってくるわけですね。で、今実用化されているのはこの辺の3対1の化合物ですね。で、ニオブ酸鈴だとか、これは実際に実用化されて、リニアモーターカーなんかに使われているのもこのニオブ酸鈴という、そういう物質であります。で、これが大体 20度、絶対温度20度ぐらいでやっと超伝導になると、そういう物質であります。で、
ということはその温度まで冷やさなきゃいけないわけですね。で先ほどちょっと言いましたけれども液体ヘリウムというのが絶対温度で、4ケルビンで宇宙の温度っていうのが絶対温度は 3K というふうに言われてますけどそれに非常に近い 4K で液体になるんですね。だから液体ヘリウムというのがあると我々は絶対温度で4度の温度を手に入れることができる。それでいろいろ実験したりすることができる。それからリニアモーターもそれを使って超伝導状態にしてこう磁気浮上で電車を浮かしてその発射することができるということになるわけです。でだけどその絶対温度4度っていうのはあの絶対温度あのセシウムとマイナス270度ぐらいなんです。すごいあのほとんどもう絶対レベルに近いで、液体ヘリウムというのを使わなきゃこれはどうしても無理なわけです。で液体ヘリウムというのは非常にあの作るのが大変なんですね。でしかもそのヘリウムというのは非常に軽い元素でなのでその地球の重力に逆らって宇宙にどんどん逃げていっちゃう。だから枯渇資源でもあるわけです。で枯渇資源でもあるしそれを作るのは非常にその電気代もかかるわけですね。あの圧縮してはまた膨張させてていろんなことをやってやっと液体になるんですね。でそういうのを使っていくのは非常にロスが大きいわけですね。しかも枯渇資源だってことでこれは非常に問題である。でじゃあどうしようかっていうと液体窒素先ほどちょっとお話してます液体窒素これが皆さんにもちょっと見ていただきますけども液体窒素というその温度が液体窒素という物質ものがあるわけです。これは空気中に窒素ガスがたくさんありますからそれを液化することができてでこれ非常に安価に今では業者からも買うことができますし窒素ですから逃がしちゃってもまたそれを液化すればいいわけですね。捕まえてきて液化すればいいというわけで非常にこれは安価だし使いやすいで使いやすいし枯渇資源でもないので非常に産業的にもいいというわけです。だから液体窒素を何とか使えないかということでいろんな、それは我々化学者だとか物理学者が、の、なんていうか責任というか、使命であるわけですけどもなるべくこの液体窒素よりも上で転移温度がいかない上にいかないか上に転移温度がいけば液体窒素まで冷やしたらもう超伝導になってるわけですね。でそういう物質を見つけようということがずっとされてたわけです。ところがそこにですね一つ大きな壁がぶち当たります。これ BCS バーディー・クーパー・ジュニアっていう3人組なんですけどちょっといろいろ準備しすぎてこの3人組なんですけどねバーディー・クーパー・シュリンファーさんこれイリノイ大学の、物理の教授だったもう亡くなっちゃいましたけどバーディーさんでバーディーさんっていうのはちょっと余談ばかりしてる時間になっちゃうんですけども実はこの人はノーベル物理学賞2度取ってます。で すごい物理学の大巨人ですね。でイリノイ大学のアーバナ・シャンペーン校っていうこれもう大学しかないような大学町ですね田舎の大学町の、教授だったんですけども、この人が超伝導をまずこの人なぜノーベル賞を最初取ったかというと半導体の開発ですね。それでショックレーなんかと一緒にノーベル賞を取ったんです。でその頃はまだ工学部の工学というかその、理学ではなくて工学部の、学生でそこの研究者だったんですね。でそれで一応一回ノーベル賞を取っちゃったのでもう違うことをじゃあまたチャレンジしようということでその頃分かってなかったのが超伝導現象なぜなるかは分かってなかったのが超伝導現象それでそれに取り組もうということで今度は物理学に転身して物理学の教授になったんですね。それで、自分の研究チームを立ち上げた。その時にイギリスから来てたクーパーさんという研究者それから自分の大学院生だったシュリーファーっていう3人組で、量子力学的には非常にミクロな面白いその今でもただ ある意味正しいと思われている、その理論を作った BCS 理論というこの頭文字取って BCS っていうんですけどもでそれは、電子がどうも対になってる一つだと実はさっき言った磁石になっちゃうんですね。電子は一つだと磁石になっちゃう。ところが二つペアになって磁石をキャンセルし合うと超伝導になるんじゃないかっていうのはこの人たちの考え方です。で今これとこれがペアこれとこれがペア必ずこう反対向きのこの矢印スピンを持ったやつがカップルしてでそれで超伝導になってるんじゃないかっていうのをこの人たちは提唱して今ではそれがもう認められているわけです。でもう一人大きな巨人はランダウさんという人でこれは旧ソ連ですね今言うとロシア の大物理学者でこの人だから当時はその東西の壁があったんですけど同じようなことをこう考えていたわけです。
皆さんそのノーベル賞をそういうことで取っているわけですけれども、でそういった現象というのは実は電子が素粒子であるということに非常に密接に関係があります。で、素粒子というのはさっき言いましたその電荷だとかスピンだとかそういうものを必ず持っている。で素粒子というのは実はこれちょっと僕が好きなあまり関係ないんですけど僕が好きなエッシャーの絵をちょっと撮ってきたんですけど、実は電子というのは素粒子である。素粒子であるからには粒子なんですね。これ例えば箱の中に閉じ込めたら粒子1個だけポツンという粒子のように見えるけれども実はそうではない。そうではなくてこいつはこういう波の状態どこにいるか分からない。でしかも例えばサインコサインなんてねそういう波の形で描ける。だからそういうの波動性というふうに呼んでますけど、波動性と粒子性を合わせ持ったこういうのがその、電子の実態であるというのがだんだん量子力学が、できてきて20世紀の、まあ、半ばぐらいまでにはこれそういうことが確立されてきます。だから素粒子粒子だと思って見てたら実は波なんですね。波だと思って見てたらそれは粒子だし、まあ、そういうなんか、そういう素粒子の側面、それがもろに効いてるのが実は磁性だとか超伝導になっているというわけです。で、そういうことを波だということを考えていくと実は、そのこの宇宙には2つの素粒子しか 2種類の素粒子しかないというのが実は簡単な、考察で分かってきます。でそれは1つはフェルミ粒子というやつで、もう1つはボーズ粒子というものです。で皆さんフェルミ粒子というのはなんとなく電子はフェルミ粒子だというのは高校などで習われたんじゃないかと思いますけれども、フェルミ粒子というのはその粒子の交換、これ実は2つの2粒子でやった時にどうなるかっていうのを書いたやつなんですけど、波なんで足し合わせでいこうというわけですね。で今 X1、X2 という2つの素粒子がある、例えば電子が2つある。でそういうのをなんか変なギリシャ文字のプサイっていうんですけど、これ波の形ですね。波の形で書いてるんですけども、でこれなんかサインだとかコサインだとかそういう形をしていると思ってください。でそういうこれ波動関数というふうに我々の世界では呼んでいます。でそれを例えば今瞬間的に1と2をパッと入れ替えることができたとしましょう。そういうことをちょっと考えます。まあ物理学者はそういう思考実験をよくやるんですね。でプサイの X2、X1 という逆にパッと入れ替えた、その時にこれ等しいかどうか分かんないですよね。でだけど前の状態に比べてどう変化したかってみたいわけです。その時波の重ね合わせだからなんか P 倍あるなんか定数倍しとけばいいだろうというふうに簡単にまあ第一義的な仮定としてはそれでいいんじゃないかというふうにして20世紀のその物理の巨人たちが考えたんですね。でじゃあここでもう一回へいってやる変えてやる、そうすると2回交換するともっと戻るはずですね。これも1回変えてまた2回回転交換すれば元戻りますよ。だけどこの P っていうその乗数は2回かかるから P の事乗っていうのがくっついてる。だから P の事乗っていうのがこれはだけど元戻っちゃったはずだから1じゃなきゃいけないというのは、これは単純な誰でもすぐ思いつきそうなことですよね。そういうことを20世紀の物理学者は考えたわけです。でだけど P の事乗が1だけど P 自身は1かもう1個マイナス1って状態があるはずだっていうわけですね。でそのマイナス1っていうやつが実はフェルミ粒子って言われる素粒子です。でプラス1っていうのがボーズ粒子っていう粒子なんですね。そういうことが後からだんだん分かってきます。で実はボーズ粒子というのはこれは例えばヘリウムだとかその、電子というのはフェルミ粒子なんですね。でボーズ粒子っていうのは実はそのヘリウムなんかでありまして、で超伝導現象というのは実はボーズ粒子が示す性質だっていうのが後からだんだん分かってきます。でだから電子はフェルミ粒子なんでそのボーズ粒子であるそういう超伝導現象を示さないはずなんですよね。超伝導というか電気抵抗がなくなるようなそういう現象でなんですけれども、実はそれは先ほど言いました2つの電子が合わさる、2つのフェルミオンが合わさると擬似的にボーズ粒子になるというのがそれから非常に話題になってきます。でそれは実はそれを考えたのはアインシュタインが考えたんですね。で2つのそのフェルミ粒子をフェルミ粒子を2つ合わせるとどうもボーズ粒子というのがある。そうすると、先ほど言いましたプラスマイナスの符号というのがすごく効いてきます。マイナスの符号だと実は同じ電子のその状態というのは1つの素粒子しか占められない。だからずっとこういろんなエネルギーレベルがあると下からどんどん1個ずつしか電子は詰まれないんです。詰まることはできないんですね。だから同じような電子状態、同じような状態には絶対2つの電子が占められない。
ところが坊主粒子はプラスなので、さっきの交換しても変わらないので同じ状態にいくらでも詰めていいんですねっていうのをアインシュタインが気が付くんです。でその状態がどうも超伝導の状態、超流動の状態、電気あの、ま、摩擦の全くない状態ですね、粘性のない状態で、それに対してフェルミ粒子というのはそういうことになれないんです。ところがさっき言った BCS はその2つ合わせればこれは坊主粒子的になれるんだよ、そういうで坊主凝縮、そういうの、あの一つの状態になっちゃうのを凝縮状態と呼んでるんですけども、坊主凝縮は、そのフェルミオンが2つ合わせれば対凝縮っつって、でその疑似的な坊主粒子になってそれは超伝導になるんだよってことを BCS は言い出すわけです。でその、それをまあクーパーさんが言い出したのでクーパー対というふうにも呼ぶんですけども、でただこのクーパー対を作るメカニズムっていうのがいろいろなわけですね。そのメカニズムが最近の超伝導は非常に違ってて、最初はそのこの人たちは光子振動、光子がこう振動することによって、その電子と電子はくっつくというふうに考えたわけです、くっつくというか相互作用して引き合うというふうに考えたわけです。でポンチェ的に説明すると、一つの電子がピュッと通っていくと、これ金属の中の、まあ、あの陽イオンですね、例えば、金属イオンの、金属イオンというのは電動電子の電動電子として電子を取られちゃうというので相対的にプラスの電荷を帯びているというふうに思っているんですけども、電子がビュッと通るとその、イオン芯が、金属のイオン芯がちょっと引き寄せられる、そうするとちょっとなんかプラスのチャージがたまったような場所が見えできるわけですね。そこにもう一個の電子がヒュッとあのそれに引き寄せられるというわけで、1番目の電子と2番目の電子はあの相互作用、引力を及ぼすというのが BCS の考え方です。でこれはこの光子振動というか歪みですね、歪みがあの関係しているというふうに思われています、あの考えられたわけです。ところが今ではそうじゃなくて、むしろこいつらがあのちっちゃい磁石になっていて、その磁石の性質がこれをそういうことを引き起こしているというのがだんだん今理解されているわけです。でもちろんこういうメカニズムの超伝導もあります。ところが非常にさっき見た高温超伝導というのが実は、ちょっと時間がもうあれですね、高温超伝導というのが実は1986年にスイスの、その、IBM チューリッヒのグループの、ベトルス・ミュラーと2人組が高温超伝導、同酸化物で先ほど の、 その液体窒素を超えるような超伝導を発見するんですね。で1987年にポール・チューというヒューストンの学者がですね、YBCO、これから皆さんお見せしますけど、YBCO という物質を、作りまして、YBCO はこれ、この、窒素の温度を超えて、絶対温度で90度で超伝導が、そういう物質を発見するんですね。で、それからずっとこう、そこで、まあ、超伝導の、なんていうか、その、革命が起こるわけです。で、さっき言った BCS の、そのなんか、この光子振動とか歪みを使ったものは、まあ、BCS のお告げってのがあって、たかだか30度じゃないかって言われてたんですね。それを打ち破るような革命が1987年に起こったというわけです。で今でもその最近その鉄系の超伝導だったというのはあの東工大の細野先生たちが発見して非常に話題になってますけども、そのそういう最近の超伝導っていうのは全部この、こういう高温超伝導体で、いわゆるそのさっき言った BCS ではなくて、どうも電子電子の反発力というのであの超伝導になってるんじゃないか、つまり磁性の力をそのまま超伝導を使ってるんじゃないか。だから例えば鉄は800度 C までそのずっと磁石にくっつく性質ありますね。それをもし超伝導に電子電子が引き合う力に使えれば、そういう力を使えれば非常に高温超伝導が出るというのが今の発想なわけです。でちょっともう時間をオーバーしましたけども、そういう形でどんどん超伝導もこれからもどんどん進化していくと思います。その超伝導機構という意味で進化していくと。で今あの YBCO が超伝導になる現象ですね、それをちょっと見ていただこうと。その磁気浮上、ちょっと磁気浮上についてはあんまり説明できませんでしたけども、超伝導のもう一つの大きなその特徴というのは磁気浮上でありまして、自分の超伝導体内に磁束 をその入れない、そう排除すると、そういう現象があります。それをちょっと向こうで皆さんに見ていただこうかなというふうに思いますけど、今高温超伝導が YBCO を揺らしています。で今これはあのホスクロの断熱タイプしているので、こういうところに、窒素をちょっと溜めてもなかなか飛ばないあの。で、これは非常に冷たいので、もう手をつけると凍傷になって、やけどという凍傷になって。で、
だけどもですね、これ実際には例えば保護してもそんなになんか危なくはないでしょう。つまり表面張力ですぐ窒素が溜まってこう球状なんですね。ですぐ蒸発してその例えば木との間にその被膜を作るんですね、窒素ですからそんなに危ない。だからパッと手で使っても手をつけても、まあ、そんなにはすぐにはいけないし、じゃあ、ジーンとつけてるとダメですけど。で、これは YBC にとってはもう常連となっているわけです。で、それを今、そこに磁石をちょっと、のレールを並べてるんですけど、そこにリニアモーター感じがして。で、これは液体窒素に今、冷やして、あと常連となっている。まあ、それでも、まあ、50年前で不可能だと言われた現象。でそれが今現在では何かで、我々の夢はだからこの室温でですね、超伝導の場所で室温超伝導体というのがあれば、このいちいち液体窒素を引き出さなくてもこういうリニアモーターができちゃうということになるわけですね。これやってると湿気でだんだん壊れてきちゃう。そういう水に弱い、しかもこの洗剤にしにくいですね。なんか焼き物みたいなものですから、繊維がなかなかしにくいで、なかなか実用が厳しいと。で、我々基礎研究者は、まあ、それに比べたら、なんか単純ですね。なるべく高い調理